NBC サンデーナイトフットボールは NBC が2006年よりフットボールシーズンの日曜日の夜サンデーナイトに放送している NFL 中継番組である。2014年よりスペイン語放送局である NBC、ウニベルソでも放送されている。2011年から2012年シーズンにはアメリカンアイドルを抑えニールセンの年間平均視聴者数ランキングでトップを獲得した。 1970年シーズンから2005年シーズンまで日曜日のプライムタイムにおける NFL 中継である SNF はディズニー参加の ESPN が ESPN サンデーナイトフットボールとして放送していたが同じディズニー参加の ABC が2005年をもって1970年シーズンから35年間放送してきたマンデーナイトフットボールを打ち切り MNF の放映権を ESPN に譲渡したため、ESPN は同年をもって SNF の放映権を手放すことになった。そこで、1997年に CBS との放映権獲得競争に敗れて以来、NFL 中継から遠ざかっていた NBC が、2006年シーズンから2011年シーズンまでのサンデーナイト開幕戦ワイルドカードプレイオフ、 および2009年と2012年のスーパーボールとプロボールの放映権を推定約36億ドルで獲得 SNF の放映権が正式に NBC に移管された2006年8月6日に第1回の放送が開始されたちなみに第1回放送はガオラでのシーズン最初の放送となったまた9月7日の開幕戦は通常番組を 休止して NFL 開幕戦スペシャルとして日本では日テレ G で放送された。2023年シーズンから2033年シーズンまでの11シーズン引き続き放送する。キックオフは原則として東部時間20時15分。19時からはプレゲームショーフットボールナイトインアメリカが放送され、試合前の様子や昼間に行われた試合ダイジェストを放送する。 2012年シーズン以降、NFL ネットワークによるサーズデイナイトフットボールの放送枠が8試合から13試合に拡充したことにより、従来 NFL ネットワークで放送されてきたサンクスギビングデーの中継が NBC に移行した。2014年シーズンによりワイルドカードプレイオフの放送枠が1試合削減され、代わりにディビジョナルプレイオフ1試合が追加された。 番組のテーマソングは Waiting All Day for Sunday Night。2006年シーズンは PNK。2007年シーズンから2012年シーズンまではフェイスヒルが歌っていた。2013年シーズン以降はキャリーアンダーウッドが歌う。また番組内で試合開催地もしくはその周辺出身のミュージシャンの曲を多く流す傾向があるメッ t ライフスタジアムのゲームで サーズデイやブロンディなど、日本では原則として日テレ G で放送される。2014年シーズンは日曜夜に行われた全試合が生中継された。開幕戦は日テレ G と NHKBS1 サンクスギビングデイはガオラで生中継された。シーズン終盤の7試合については NBC が放送カードを指定できる。 フレキシブルスケジューリング性が採用されている。原則として、ウィーク11から17で適用されるが、2006年シーズンは、ウィーク16が、クリスマスイブと重なり放送自体がなかったので、ウィーク10から15、および、ウィーク17で適用された。これは、MNF では、開幕前に放送カードが決定されていたため、シーズン後半では、 成績会に低迷したチーム同士の対戦となるケースが生じ、視聴率低下の要因となっていたため、マンデーナイトを放送してきた ABC が、かねてより要望していたものであったが、試合開催日の変更を伴うため実施されなかった。なお、指定できるカードは日曜午後に行われるカードに、限られ、差し替えられる側である FOXCBS は、週一試合、 最大5試合をプロテクトできる。放送カードは、ウィーク17は6日前、それ以外は12日前に決定する。2014年シーズンにより、フレキシブルスケジューリングの対象が拡大。従来のウィーク11以降に加えて、ウィーク5からウィーク10までの6試合のうち2試合が差し替え可能になった。SNF は2006年シーズンの放送開始以来4年間は、 野球の MLB ワールドシリーズが開催される週の中継実施を見合わせていた。しかし2010年シーズンからは一転してワールドシリーズ開催週も放送を行うようになった。2010年10月31日、NBC の SNF はニューオーリンズセインツ対ピッツバーグスティーラーズを中継し視聴者数1810万人を記録した。これは FOX による ワールドシリーズ第4戦中継の1550万人を上回る数字だった。NFL レギュラーシーズンの中継が裏番組のワールドシリーズ中継より多くの視聴者を獲得したのはこれが史上初のことだった。翌年以降も SNF はワールドシリーズ中継の裏での放送を続けた。当時、ワールドシリーズ中継と重なる NFL 中継は SNF のほか ESPN のマンデーナイトフットボールと NFL ネットワークのサーズデーナイトフットボールもあった。これだと NFL 中継とシリーズ中継のバッティングが木曜日日曜日月曜日木曜日と最大で4日に及ぶ可能性があった。そのためワールドシリーズは2014年から開幕日を水曜日から火曜日に変更した。これによりワールドシリーズ中継と NFL 中継との バッティングは SNF と第5戦が被る日曜日の1日だけになった。もしワールドシリーズが片方の球団による初戦からの4連勝で決着すれば日曜日のバッティングすら発生しないが2021年終了時点でそのような事態はまだ起きていない。2021年まで計1 2度の視聴者争奪戦の結果は SNF の発祥に対し ワールドシリーズが4勝である。2012年と2015年は、ワールドシリーズが優勝決定試合だったにもかかわらず、SNF の方が高視聴率を記録している。歴代の SNF とワールドシリーズ中継の視聴者数比較は以下の通り。バスケットボール NBA のファイナルは、例年は6月に開催される。NFL はオフの期間であるため、 SNF とファイナルの日程が重なることは通常であればまずないしかし2020年は新型コロナウイルス感染症の流行に伴い NBA の2019から20シーズンが3月13日から7月30日まで中断した影響でファイナル開催が NFL のシーズンに重なった。そのため NBC の SNF と ABC のファイナル中継が バッティングすることとなった。結果は10月4日と11日の2度とも SNF 中継の方が多くの視聴者を獲得した。特に11日はファイナルが優勝決定試合だったにもかかわらず視聴者数は SNF の方が2倍近かった。本編では2008年シーズンまで解説にジョン・マテン、実況にアル・マイケルズという最強コンビが組んでいた。 この二人は2005年シーズンまでは ABC でコンビを組んでいたが、ABC のマンデーナイトからの撤退とともに NBC に移籍。これに伴い、NBC ユニバーサルは NBC が放映権を保有するオリンピックのハイライト番組放映権を ESPN に、ウォルト・ディズニーが制作し、ユニバーサル・ピクチャーズが権利を保有していた、オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットをディズニーに譲渡している。 なお、ワイルドカードプレイオフのうち一試合はこのコンビが、もう一試合は、クリス・コリンズワースとトム・ハモンドのコンビが担当していた。コリンズワースは2008年10月19日の、シアトル・シーホークス対タンパベイバッカニアーズ戦で、出演をキャンセルした、マッテンの代役を務めている。2009年のプロボールも、飛行機恐怖症のためスーパーボールの翌週に、ハワイで行われる。 プロボールに出演することが不可能なマッテンに代わり、コリンズワースが担当した。その後、マッテンは2008年シーズン限りでの引退を表明。最後の出演は2009年の第43回スーパーボールとなった。マッテンの引退に伴い、2009年シーズン以降、コリンズワースとマイケルズがコンビを組んでいる。ワイルドカードプレイオフの残る一試合は、2009年シーズンは、 ジョーギブス、2010年シーズンから2011年シーズンは NFL ネットワークで解説を務めるマイク・メイ・ロックがハモンドとコンビを組んでいた。2012年シーズンと2013年シーズンはダンヒックスとメイ・ロックがコンビを組んだ。ありがとうございます。